私は弁護士登録をしてからもう8年目になるんですが、刑事事件の弁護を本当あのほんのわずかしかやっておりませんで、大部分は私はコンプライアンスに関連する、企業等に関連する活動をしてまいりました。それから警察の問題についてはいろいろあの本を書いたりですね、いろんなところで発信をしたりして、どちらかというとこう指揮者、評論家的に、スタンドからいろんなことを言ってきたという、がこれまでの活動だったんですが、今回は、あんた初めてですね、逮捕直後から弁護人としてこの事件に関わりました。控訴審から関わった事件はいくつかあったんですが、こういうふうに先発ピッチャーとしてこの弁護人としてのは初めてです。この事件ですね、今青木さんからも言っていただいたように、全国最年少市長が逮捕されたということ、それから無罪主張をしているということぐらいは、皆さんご存知かもしれませんが、この事件が通常のその刑事事件とは全く違う異例の展開をたどっているということは、私のブログなどをご覧いただいている方、ではないか、あまり、ご理解いただいてないんじゃないかと思います。弁護人の立場の発言だから少しこう割り引いて、聞く必要があるということかもしれませんし、早川先生には、劇場型弁護は危険だというのご批判をいただいてますので、その辺もいろいろ見方がどうかと思いますけども、私はある意味では今回の事件ですね、通常のこの手の事件の刑事弁護とは全く違ったアプローチで対応した、それが私なりにここまで非常にいい結果を生んできているように思います。当事者の見方ではありますが、私はもうすでに被告人質問も終了し、この事件当初予定された審理は、ほぼ終わってるんですが、はっきり言って裁判所どうやって有罪判決をかけるんだろうか、相当検察にとって不利な展開になってますし、事態はその単に検察にとって不利だということ以上に、ちょっと検察が今回の事件でやったことは一体何だったのかということが、かなり検察にとって深刻な問題になりつつあると認識しています。そういう意味で、この事件、その起訴された被告人の立場に立たされた藤井市長が、60日、逮捕後60日はかかりましたけども、保釈で、身柄拘束を解かれて、その直後から現職の市長として復職して、今も田舎の市長を務めています。そういうこと自体も非常に異例だと思いますし、そういう展開に持ち込めたというのは、私はある意味では今回の事件、政治家の事件の弁護のあり方について、ちょっと一つのこうテストケースのような、事例を提示できたのかなと思っています。